여러분안녕하세요크로키하루입니다もうすぐ私が主演を務めます世界の大きくが韓国でも公開されるということで大変嬉しく思います日本の時代劇の青春映画となっておりますぜひ楽しんでご覧くださいこんにちは、監督の坂本淳二です、今回の世界の大きくは私の30本目の劇映画となりますこの映画の時代設定は今から160年ほど前の江戸時代です長らく続いた侍の時代が終わろうとしている混沌とした頃です舞台は今の東京ですこの物語のベースとなっているのは糞尿にまつわる循環型経済です西洋では糞尿は道端に捨てたり川に捨てたりしていたのですがその当時の日本は人が排泄した糞尿を農家が買い取りそれを畑に肥料として撒きそこから野菜が作られまたその野菜が人々の口に入りまた排泄が起きまたその糞尿が売り買いされて畑に戻るというそういう循環型経済です主人公は没落した侍の娘おきくと糞尿にまつわる仕事に就く最下層の青年2人ですおきくの父親は今でいう財務省の官僚だったわけですけども上司の不正を見破り訴え出たところ逆に逆恨みをされ解職されてしまいますで今は娘のおきくとともに庶民が暮らす貧しい長屋アパートに住んでおりますこの循環型経済をモチーフに忌み嫌われても貧しくても見下げられてもたくましく生きる若者たちとその庶民を描いていますこの映画は4年前に撮影を始めたんですが資金提供もなくプロデューサー兼美術監督の原田光雄が自らのポケットマネーで撮り始めました3年かけたとはいえ撮影実数はたった12日間ですそんな作品が日本国内だけでなくこうやって韓国でも上映されることは本当に私たちにとって奇跡ですどうか韓国の皆様にもこの作品が愛されることを望んでおりますありがとうございます감사합니다